お店のコンセプトがお伺いしてもよろしいでしょうか。ニュースピアンといって体のメンテナンスをする機械があるんですけど、それで内側を整えていただいて、脱毛、フェイシャル、あとネイルもやっておりますので、うん、外側のケアをしていただいてっていう全身のトータルケアができるお店となっております。素晴らしいですね人生にメンズ脱毛、こんにちは、加藤社長です。おはようございます。今ね朝6時なんですけども、これから熊本のねサロンに向かっていきたいなと思います。動画の後半ではですね、旅の Vlog 載せてますので、ご覧いただければなと思います。では早速本編どうぞ。メンズ脱毛、こんにちは、加社長です。今回は熊本県熊本市にありますジャスミンさんに、お越しさせていただいてます。よろしくお願いします。こちらはね、熊本市の植木というところにあるんですけども、大通りから一本裏に入ってまして、非常にねこう通いやすいような場所にありますので、ぜひ皆さん概要欄に全部場所とかね入れてありますので、チェックしていただければと思います。今回ジャスミンさんのね脱毛、ネイルと、あとニュースキャンというものもね取り入れてるということなんで、その辺ちょっと伺いながら、サロン紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。まず新しい言葉、ニュースキャンって出たんですけど、脱毛の話に入る前に簡単にご説明いただけますでしょうか。ニュースキャンといって、体の中今の状態を見ることができるんですけど、セラピーをかけて整えることができるんですよ、うん、体の中を整えられる。そうです。なんか宇宙飛行士さんとかも使ってるみたいな。そうです。もともと宇宙飛行士さんが宇宙に行った時に自己管理をするものがないので、これを持って宇宙に行きます。なるほど。ちょっと体の中も見れるような機械を使ったものと、あとネイルと、あと今回脱毛やってらっしゃるということで、一応店名がジャスミンさんというお店なんですけども、店名の由来もお伺いできましたでしょうか。アラジンのジャスミンが大好きで、やはり僕もディズニー好きなんですけどそうかなと思って来ていただいたお客様にも、うんうん、ジャスミンのように綺麗になって帰っていただきたいなという思いを込めて、ジャスミンとつけさせていただきました。素敵です。そんな今日はジャスミンさんなんですけど、今回脱毛をね新しく導入していただいたということで、いろいろちょっと質疑をさせていただきたいと思います。まず植木という場所なんですけど、ここに来るまでなんか目印みたいなのってありますか。3号線がちょっと入ったところなんですけど、はい、近くに中学校があります。中学校が目印ですね、はい、僕も初めて来ましたけど、ナビ通りにスムーズには来れたんで、うん、植木の方はね全然大丈夫かなと思います。あと予約方法、今何がありますか。インスタグラムをやってるので、はい、インスタグラムからのお問い合わせと、お電話でも受け付けております。はい、ありがとうございます。インスタのリンクはね概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらからよろしくお願いします。では早速本題に入っていきたいと思うんですけども、まずお店のコンセプトからお伺いしてもよろしいでしょうか。先ほどご紹介していただいたニュースキャンといって、体のメンテナンスをする機械があるんですけど、それで内側を整えていただいて、脱毛、フェイシャル、あとネイルもやっておりますので、うん、外側のケアをしていただいてっていう全身のトータルケアができるお店となっております。なるほど。中も外もケアできると素晴らしいですね一応ネイルっていう言葉が出てきてるんですけど、脱毛は男性も大丈夫なんですか。はい、大丈夫です。はい、男性も受付してますということなので、男女ともにね受け付けていただいてということになります。ターゲット層とか客層をちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。キッズ脱毛もあるので、小学生のお子様から男女問わず、うんうん、広い方にご利用いただいております。ありがとうございます。キッズがあるってすごいいいですよね、はい、ネクスト結構ハイパワーが売りなんですけども、実は弱いパワーも振り幅が実はありまして、1から50まで段階があるんですけど、大人の方は10以上が基本的には、使っていただくようなパワーになってるんですけど、10以下はねキッズ向けになってますので、4とか5ぐらいだと小学生とかでもね全然安心に使っていただけるようなパワーの設定になってますので、お子様から、男性のヒゲまで、ね、しっかり抜けるかなと思います。女性の方が多いですか今は。脱毛の女性の方が多いですけど、男性も高校生のお客さんとか、はい、美意識が高い男性。高いですね高いですフェイシャルも男性来ていただいて、僕もフェイシャルはたまにやるんですけど、うん、男性の美意識が上がっているので、肌のケアとか、うん、脱毛も含めて全部できるっていうのはすごくいいかなと思うんで、うん、男性もね通いやすいような感じ。こちらご自宅サロンになってまして、すごいアットホームな雰囲気でして、まあ中もね広々しててリラックスできるようなね雰囲気になってますので、男女問わず通えるかなと思いますので、脱毛もフェイシャルもね、あと女性の方だとネイルとかそういうのもねやっていただければなと思います。続きまして支払い方法とかプライスをお伺いしていきたいんですけど、支払い方法今何がありますか。今は現金のみでの都度払い制になっております。都度払いだとねやっぱり通いやすいかなと思いますので、中高生でも
美容室に行くような感覚でね、脱毛もできたりしますので、通いやすい、支払い方法じゃないかなと思います。プライスをちょっとお伺いしたいんですけど、男性のヒゲはおいくらでしょうか？男性のヒゲが3500円。安い！めちゃめちゃ安いですね。女性はなんかおすすめメニューありますか？全身で女性の方は9000円。VI をされる場合はプラス2000円。全然安いですね。男性だとヒゲが3500円、女性だと全身が9000円、 VI を入れても1万1000円ということなので、かなりお安い料金設定になっているんじゃないかなと思います。僕もちょっと来るとき熊本の脱毛サロン調べてきたんですけど、熊本駅とかあの辺はなんかちょこちょこ大手さんのサロンがあったんですけど、脱毛サロン自体は見つからなかったんで、結構こう探してる方もねいらっしゃると思うんで、ぜひね熊本市の方はこちら来ていただければなと思います。続きまして、お店の差別化ポイントみたいな感じはお伺いしたいなと思います。完全予約制で完全個室のプライベートサロンになっております。はい、光フェイシャル、クレンジングからパックまでついて1回4500円、4回コースだと1万5000円でお得にご利用いただけます。めちゃめちゃ安くなりますね。クレンジングとかもやっぱできるのはねすごくいいところだと思いますので、男性も結構ねクレンジングやりたいって人いますもんね。ヒゲとかね脱毛して肌もね毛もなくなると見栄えがかなり変わりますので、フェイシャルとかやるとやっぱり肌綺麗になりますよね。めちゃめちゃ、ね、結構目に見えて変化が分かるのがフェイシャルだと思うので、フェイシャルもすごくいいですし、まあ、脱毛ももちろんそうなんですけど、他にはねなかなかないというか、結構脱毛専門店とかが多かったので、そういうフェイシャルとかできるっていうのはね付加価値としてすごくいいんじゃないかなと思いますので、気になる人はねぜひそちらのメニューもご体験いただければなと思います。続きまして、ネクステを今回ね導入していただいたんですけど、選んでいただいた理由を伺ってもよろしいでしょうか？脱毛器の導入を考えてた時に、カズ社長さんの動画を見せていただいて、いいところと悪いところとたくさんなんかおっしゃってたので、うん、のカズ社長が作られた脱毛器ということで、パワーもすごい良さそうだし、うん、効果がすごい出そうだなと思っていただきました。ありがとうございます。たくさん多分ね見ていただいたと思うんですけど、効果重視で選んでいただいたということなんで、はい、先ほどもねちょっと言ったんですけど、ネクストハイパワーでめちゃめちゃ効果出るんですけど、実は低いところも充実してて、お子様の脱毛から男性の頑固なヒゲまで対応できるっていうところでね、幅広い客層の方に喜んでいただけるマシンだと思いますので、まあ、選んでいただいて本当にありがとうございます。で、今ネイルとか脱毛も今回導入したばかりだと思うんですけど、今後のなんか展望とかあればちょっと伺いたいなと思います。今全身のトータルケア、内側と外側からのケアができるので、そのキレを皆さんにもっと届けたいなと思って、脱毛プラス何々、フェイシャルプラス何々みたいな、ワンストップでこう美容が楽しめるようなサロンにしていきたいということですかね？そうですね。今気になっているメニューとかありますか？これから導入したいなと思っているものとか。これからちょっとリラクゼーション系のもうちょっと導入したいなと思って、はい、フェイシャルでもちょっとリラックスできるような感じにしたいなって思ってます。うんうん、クレンジングとか綺麗にするだけじゃなくて、癒し系の心地いい系のマッサージとかってことですかね、うん、はい、それもすごくやっぱいいですよね。これからやっていきたいということなので、楽しみな、サロンじゃないかなと思います。そして最後になりますけども、お店の PR を伺ってよろしいでしょうか？脱毛とフェイシャルとネイルと健康管理のアドバイス、ミッションを使ったアドバイスもさせていただいておりますので、はい、内側と外側もからぜひ綺麗になっていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。脱毛とかね、ネイルとかフェイシャルとかもあって、外側もね綺麗になれるんですけど、体の中からもね綺麗にできるサロンということで、ちょっと最後僕個人的にめちゃくちゃ気になるんで、そこ深掘りしたい。ちょっと脱毛から外れちゃって申し訳ないんですけど、体の中って具体的にどういうことが分かるんですか？全部体の中って内臓とか、はい、全部臓器は周波数っていうのが決まってるんですけど、うんうん、周波数が乱れると病気になっちゃうんですよね。なのでやっぱ一番いけないっていう、病気を作っちゃうのはストレスなので、何か今の生活習慣を続けてるとこういう病気になりますよっていう予測を教えてくれたりとか、こういう感じです。アドバイスをしていくって感じです。なんか数字で出てくるんですか？そうです、数字と病名、病名とかもある程度分かると、はい、すごいですね。僕も結構個人的に興味があって、今最後にちょっと伺ったんですけど、脱毛以外でやっぱこうちょっと初めてのねマシンをこう僕も拝見させてもらったんで、少しお話を伺ったんですけど、脱毛以外でもいろいろできるものがあって、やっぱ体のことが一番大事だと思うんで、脱毛結構なんか周波数がどの頃とかっていう方もいらっしゃるんですけど、こうだとそれもね含めて調べられますので、まあ、安心して
受けていただくことができるんじゃないかなと思います。ちょっと話脱線しちゃいましたけど、今回ね男女ともに脱毛も導入していただいて、すごく低価格で通いやすい雰囲気かなと、スロ払いですしね、いいかなと思いますので、全部ね概要欄にインスタのリンクとウェブ番号とかサロンの情報全部載せておきますので、熊本の方はねぜひ一度チェックしていただければなと思います。今回インスタの DM 経由が、候補になってますので、ご相談とかぜひね受け止まっていただけるということなので、なんか心配事とか気になることとかあれば事前に DM で質疑していただいてからご来店いただくことも可能ですので、ぜひそういう風に、ね、活用していただければなと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。はい、今熊本にね到着しました。これからバスに乗ってサロンに向かっていきたいなと思います。はい、今これからねバスの乗り換えなんですけど、熊本城がここにありますよね。この熊本城なんか観光地っぽい感じですね。これから乗り換えて、サロンに向かいます。超いい天気です。はい、今撮影を終えまして、これからねお昼に向かいたいと思います。自宅サロンということでね、本当にすごくアットホームな雰囲気で通いやすいね、サロン様でしたね。場所もね、初見でもそんなにこう難しくなくて行きやすい場所だったので、熊本の皆さんもね、ぜひ一度行っていただけるといいんじゃないかなと思います。それではちょっとお昼食べに行きます。はい、ということでご飯食べ終わって、これからちょっとねこの辺なんかすごい栄えてるんで、ちょっとこう散策していきたいなと思います。はい、ということで今羽田にね到着しました。これから杉江の方に向かっていきたいなと思います。はい、ということでね今自宅に帰ってきました。今日はね熊本の個人サロンに伺ってきまして、素敵なサロンでした。ここまでねご覧いただいて本当にありがとうございます。今時間がね11時ぐらいですね。朝6時過ぎぐらい寝たんで、一日がかりでねこうやって収録してます。これからもまだ続きますので楽しみにしていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。はい、ということでご視聴ありがとうございました。この度勝社長公式 LINE アットが完成しました。簡単なアンケートに答えていただくと、お得なクーポンや LINE 限定コンテンツを受け取ることができます。メンズ脱毛に興味のある方、これからメンズ脱毛サロンを開業しようと思っている方、概要欄に貼ってありますので、ぜひ受け取ってみてください。